こんにちは。ナビゲーターのさくらです。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。今回は平成生まれは知らない懐かしいもの、懐かしさを感じられることなどをたくさん集めてみました。それでは、行きましょう。衝撃雑学。平成生まれは知らない？昭和の懐かしいものまとめ。ビデオの爪を折る。この爪を折ると上書き録画ができなくなります。こんな便利機能がビデオにあったなんて私は知らなかったなぁ。昭和あるある、カセット方法。ファミコンがバグった時にカセットをこのようにして息を吹きかけると復活する。なぜかは不明です。ポッキーオンザロック。昔のポッキーのコマーシャルでやっていたものです。ポッキーオンザロックなんて言ってたのですが、グラスに氷を入れてそこにポッキーを入れるんです。かれこれもう30年くらい前の話です。テレフォンカード。これを緑電話に入れると電話できます。わざわざ小銭を持っていかなくてもカード1枚で長電話できると当時は重宝されていました。まだ使えるところもあるらしいですよ。赤電話。10円とかしか入れられないちょっと不便な電話です。テレフォンカードが入れられる前の公衆電話にあったものです。ハイシーオレンジ、アップル。結構人気だった懐かしきジュースです。水中輪投げのおもちゃ。ボタンを押すと空気で輪投げできるおもちゃです。当時ハマった方も多いでしょう。オーバーヘッドプロテクター。授業の時に使っていたこれ。先生がフィルムや紙をこの上に乗せるとスクリーンに映る、今でいうパワーポイントみたいなものです。バーコードバトラー。本体に備わったスリットにバーコードのついたカードを読み取らせ、その数値情報からキャラクターやアイテムのデータを生成し遊ぶゲームです。わかったさんのクッキー。わかったさんのお菓子シリーズ。料理とお菓子の国に迷い込む。わかったさんと困ったさんが繰り広げる不思議な冒険の旅を綴ったストーリーです。可愛くておしゃれな絵も人気の理由の一つでした。シールピアス。これを耳に貼ることでピアス気分を味わえます。スケルトンのリュック。透明のビニールでできているリュックですが、90年代頃なぜか流行りました。漫画日本昔話。でんでんでんぐり返してバイバイバイっておなじみの日本昔話。この歌を聞くと懐かしきを感じる人も多いはず。ポッピンアイ。ひっくり返しておくとポンと跳ねるおもちゃ。じゃんけんマンフィーバー。よーく目を凝らしてタイミングを測れば勝てる、そんな気がした懐かしいゲームです。多機能筆箱。なんかかっこよくてちょっと便利、そんな理由で人気を誇ったアイテムです。電車に扇風機。最近はほとんど見なくなりましたが、昭和にはあった懐かしいもの。改札に切符を切る駅員さん。駅の改札に切符を切る駅員さんがいて、暇な時はハサミをくるくる回していたりします。お客さんが多いと芸術的にリズミカルにハサミを入れることも。はい、この話題を最後まで見てくれてありがとうございました。私ね、一応平成生まれなんですけれども、いくつか分かりましたよ。分かった分かった、懐かしいなって思った。私の家がちょーっとちょっと田舎にあったせいかなーっていうのもあったりはしたんですけれど、ビデオのね、爪を折るっていうのは知らなかった。
知らなかった。なんだ、できたんだ。すごく気に入ったね。録画していた映画があったんですけれど、それを間違えて上書き保存してしまった時も切なさったらなかったよ。賢く生きれたなっていうの、あの頃の私に教えてあげたい。あとはファミコン、私の家にもあったのでやってたんですけど、そうそう、読み取らない時はよくふふってやってた。あれね、気持ち的な問題かもしれないんですけど、なんかつくんですよね、本当に。そして平成生まれだからこそ知ってるんだけどね、スケルトンのリュック90年代平成です、平成です。これもしかしてね、間違えてあれしちゃったのかな。平成生まれは知らない？まあ生まれたばっかりだからわかんないかもしれないけど、昭和ではないよっていうのをこそっとここで暴露しちゃうんだよいろんなこと懐かしいですねって思い出に浸っていただければ嬉しいです。さて、あなたはこの話題をどう思いましたか？懐かしいと思った方はグッド評価、またこれも懐かしくないと思うものがあればぜひコメントで教えてくださいね。またあなたの気持ちをコメントしてくれたり、チャンネル登録をしていただけると今後の励みになりますので、ぜひナビゲーターさくらの応援よろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。